どうだアルスラーン殿、俺の自慢の兵たちは。あの男、本当に信用していいものか。なに、悪人だろうと問題はない。どうせ奴が王位についたとて国内を掌握するには時間がかかる。その間に皇子の憂いなく王都を取り戻せると思えば、多少利用されてやるのも悪くはない。バルス歴320年冬、シンドラ国第二王子ラジェンドラの軍を打ち破ったアルスラーンは彼と同盟を結んだ。そしてラジェンドラと王位を争う兄王子ガーデービーを討つため国境を越えた遠征へと旅立った。申し上げます、ラジェンドラ王子がガーデービー軍に囲まれ苦戦中、至急救援を願うとのこと。なるほど、ラジェンドラ王子は早速我々に戦いを押し付けるおつもりらしい。敵は多勢、正面からぶつかるだけでは勝てない。指揮官を引きずり出し仕留めるとしよう。だがその前、さらばだ。あのシンドラの王子を助けてやるとする。さらばだ。ラジェンドラ王子、ご無事ですか？おお、無事だ。よく来てくれた。ついでに俺の部下も助けてくれ。戦しておる。わかりました、お任せください。さらばだ。助かりました、ありがとうございます。救援感謝いたします。対岸からはやめ。さらばだ。歩兵の多いラジェンドラ軍相手には良い戦法だ。ご覧いただこう、これぞ芸術。芸術を理解せん奴らも。助かりました。さすがアルスラーン殿の軍師、よくぞ俺の部下たちを助けてくれた。私は軍師です。さらばだ。一回の勝手。さて、この間だ。さて、ラジェンドラ軍勝利への道を描く。パルスの騎兵ならば素早く飛ばできる。敵の矢をかいくぐりガーデービー軍を叩くぞ。うわぁ、止められない。逃げろ逃げろ。くそ、パルス軍でなんて勢いだ。さらばだ。俺の実力はこんなもんじゃありませんぜ。よし、これで敵前線の掃討は完了した。ラジェンドラ王子、こちらまで来てもらおう。貴様、何をもたもたしておる。数を頼んで取り囲み、奴らを蹂躙しよう。指揮官が連れたようだな。あとはダリューンがうまくやってくれるだろう。その間、俺は敵の目をこちらに向けさせておく。さらばだ。ダリューン様、ナルサス様の部隊に連れ、敵の指揮官フラダーラタが姿を現したようです。ナルサスの策通りに進んでいるな。急ぎ迂回路を突破し、フラダーラタの元へ向かおう。敵だ。くそ、読まれていたのか。ナルサス卿は全てお見通しじゃない。急いでおるゆえ突破させてもらうぞ。手伝おうか。報酬は特別安くしておいてやる。ナルサスのおとりを務めると言っていたが、本当に大丈夫だろうか。心配ご無用です。できぬことを申し出るような男ではありません。右、一段とさえ渡っているな。敵に同情したくなるほどじゃ。見えた、あれが敵の指揮官か。ナルサスは
確か、よかった。そんな、逃がしはせぬ。ここまで出てしまいな。頑張れ。様の首を晒してやろう。言ったからにはやってみせることだ。パルス兵の強さ、まことに見事。特にダリウン殿の武勇は目を見張るものがある。私には過ぎた進化たちです。いやいや、彼らほどの者が従ってくれるのもアルスラーン殿の器ゆえよ。ペシャワールの守りに残っているキシュワード殿も。ナルサス、やはり俺はあの男を信用できん。むしろ俺は奴がどういう策を巡らしてくるか待ちかねているよ。ジャスワントよ、やってくれるな。はは。最小閣下は私にとって父親も同然でございます。この命に代えても。パルス暦321年、その年明けをアルスランはシンドラ国西方の荒野で迎えた。パルス式に新年の儀が行われ、彼は国王の代理として役割を果たした。御身の血の力によりて、国と民とに平安をもたらされんことを。